さんこんばんは。小村ミルのネットでウィークエンダー始まりました。はい、はい、よろしくお願いします。今週もって言ってもね、はい、まあ、まとめ撮りしてるんで服装変わんないですけど言うなよすいません。じゃあ早速、はい、今週の記事に行ってみたいと思います。行きましょう。はい、プレジデントオンラインです。うん、はい、2020年12月9日に配信されたもの。ただし本稿は斉藤明義セックス依存症検討写真書の一部を再編集したものですというふうに書いてあります。うん、出ましたね、斉藤さん。はい、よくね、またもやお名前出てきますね。はい、はい、仕事やお金を失ってもやめられない、性欲の強さと関係なく発症するセックス依存症の怖さ。うん、これ前にも1回やりましたけど、今度性欲の強さと関係なく発症するっていうところがポイントなんですよね。はい、うん、はい、じゃあどういう記事かというとですね、現時点で臨床現場においてセックス依存症という診断名はただし存在しないんだそうです。うんうんうん、病院の診察室で医師があなたはセックス依存症ですねと告げることはあっても、それは正確な診断名ではありませんというふうに書いてあって、まあ、似たような病気として診断名が性職交障害という病気はありますねというところからスタートしていくんですが、はい、がなんですよね。2018年新たに設けられた6つの診断基準というのが WHO で、うん、あるらしい。これ30年ぶりってなんか30年ぶりに改定するのがなんかいろいろあるみたいですけどね。30年、ね、やっぱ流行りと一回り同じなんですかね。うん、そうなんですかね。うん、はい、でセックス依存症を脅迫的性行動症という精神疾患であると認定したと。はい、うん、でその診断基準になるものが6つあるんですけれど、強烈かつ反復的な性的衝動または渇望の抑制の失敗、うんうん、もう抑えられない、うんうん、はい、次、反復的な性行動が生活の中心となり、はい、他の関心活動責任がおろそかになる、うんうん、タイガー・ウッズさんとかこのタイプですかね、うん、はい、性行動の反復を減らす努力がたびたび失敗に終わっている、うんうん、望ましくない結果が生じているにもかかわらず、またそこから満足が得られていないにもかかわらず、うん、性行動を継続している、うん、この状態が少なくとも6ヶ月以上にわたって継続している、はい、重大な苦悩および個人、家族、社会、教育、職業および他の重要な領域での機能に重大な問題が生じている、うん、まあ、要はやめられない、継続している、問題が起きているにもかかわらず6ヶ月以上にわたってこの状態が続いているというような感じですね。うん、これがね、はい、精神疾患に認定されたっていうのは一つ救いだなって思いますね。そうですね、治療が受けられるっていうところがまずね、うん、違いますよね。うんうん、はい、で病気であるということが認定されたところで、まあ、その人に対する見方とかね、そういうものも多少は変わるんですかね。いや、まだ変わらないと思う。まだか、うん、まだですかね、うん、じゃあ続けていきますと、その新たに脅迫的性行動症という、精神疾患が認定されたんですけど、そのタイプの問題、はい、はい、まず性依存症というふうに、まあ、略して言いますけれども、うん、非合法タイプと合法タイプに分かれる、はい、で非合法タイプってもうこれは犯罪の方ですね、うん、接触型、これは何だ、痴漢とか、うん、まあ、強制性交とかですね、うん、はい、あと小児性愛障害に、はい、こっちに含まれるんだそうですね、うんうんうん、あと非接触型というのは盗撮、覗き、露出などがこっち、はい、で合法タイプの中には、まあ、これが特にちょっと顕在化していて問題ですよと言われてるんですが、うん、不倫だったり、うん、風俗、うん、オナニー依存、うん、サイバーセックス、うん、服装盗作などの形で現れていることが多いと。なるほどと。ここで多分ちょっと難しいなって思われるのが、はい、この不倫とか風俗通いとか、うんうん、このセックス依存症であるというところで正当化しようとしてないか、うん、
っていう方も出てくるだろうなと思いますね、うんうん、ただまああくまでやめられない人ですからねこれは、うんうん、はい、うん、ダメだダメだと思っていながらも繰り返してしまうというところですかね、うんうん、ですね。石田純一さんでさえもうやめてますからね文化だと言ったあの人ですね、はい、そうはい、でやめたと思ってもやめられないことによって社会的損失が起きる。スキャンダルで仕事や家庭等の信頼関係を失う、まあ、これは失いますよね、うん、発覚すれば、うん、はい、次に身体的損失、はい、不特定多数との性行為による性感染症や HIV、 女性ならば望まない妊娠や人工妊娠中絶などと、うん、性行為、不特定多数との性行為による性感染症、ここはあの、うん、いやまあそんなにみたいに思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、実はこれすごい社会問題になってるんですよ今、はい、うんうん、HIV とか梅毒とか、うん、今梅毒の流行が流行ってるのとかって、ここ広がってるのとかね、うん、3年ですね、知らないですよね、意外とでも知らないですね、うん、HIV も結構広まってます、うん、はい、でもうちょっと言うと、あの普通の性行為をしている人でも、うん、あのなんて子宮頸がんかかるじゃないですか。かかります。子宮頸がんのウイルスって、うんうん、こっち系のウイルスだって言われてるんですよね。そうですね、ヒトパピローマウイルスって言って、うん、セックスを介してでしかうつらないと言われているウイルスです、うん、はい、でしかもそれがパートナーとしか関係を持ってなかった人でさえ、うん、半分ぐらいの女性が感染してるっていうデータもあるんですよね。そうですね、はい、感染してたとしても発症しないでウイルスがそのまま体外に出てしまうことがあるそうなんです、うん、はい、で気づかないっていうパターンが、ね、はい、あるそうですよ、はい、だからね、私関係ないぜとか俺関係ねえよとか絶対思わないでいただきたいんですね、ここ、うん、で次いきます、うん、はい、経済的損失、風俗通いがやめられず借金を重ねてしまうと、はい、まあ、この辺はねこれ分かりやすいですよね、うん、そう、風俗は好きだけども借金してないのは、うん、セックス依存症ではないかもしれない、うんうん、でもここで借金してでも風俗行きたいって思ったらちょっとご自身のことを疑った方がいいかもしれないですよね、うん、ここはでもキャバクラとかも入るかもしれないですよね。あ、借金してまで行く人いますからね、中にいるね、はい、うん、それも一つ結構います、はい、まあ、先に行きましょうか、まあ、こういう問題が結構今あの表に現れてきてる、うん、だからこそ WHO も基準を作った、で病気として認めたということですよね、うん、でここに斉藤先生曰く一つの問題としてイネーブラ、要はその人を支える立場の人の共依存が発生してしまうっていうのがあります、はい、まあ、タイプ的にいくつか分かれてますけれど、否定的エンメッシュコントロール、うんうん、要はその人に頼られることで自分の存在を認めさせよう、承認欲求ですね、うん、でそれによって自分の安全を得ようとする態度のこと、うん、まあ、こういう共依存が発生する。次に救世主願望、うん、困っている人を自分が助けたい、私が救世主だ、うん、っていう考えですね、うん、まあ、人の役に立ちたいという考え自体は否定されるものではないけれども、その背景に劣等感や自己肯定感の低さがあると、うん、満たされない自分を満たすためにその依存症の人を利用しているという関係性になると、はいはい、次に治療中断に対する恐怖心、うん、当事者が自分を見捨てて離れていってしまうことへの恐怖心、うん、伝えるべきことが伝えられず間延びした関係性を続けてしまうことを言いますと、うんうんうん、3つ目のやつなんかDV でも結構典型的なのありますよね、うん、はい、悪いダメな男と、うん、そこから離れられない女みたいな昔からある構図ね、うん、はい、うん、まあ、最近だいぶ変わってきたのかなとは思ってますけど、うんうん、どうですかこれ、うん、なんかちょっと話すの難しいなと思いながら聞いてるんですけど、はい、うん、その人の役に立ちたいっていう、うん、その思いっていうのが
ここに当てはめられてしまうと、良かれと思ってやってることもこのイネーブラの否定的なところに入ってしまうっていうのはすごい難しいこうバランスにあるなっていうのは思いますよね、うん、そうですね、うん、なんかでも個人的にちょっと、うん、これはそうだなって思っているのは、うん、この2番のメサイアコンプレックス、うんうんうん、この満たされない自分を満たすために人を利用する、うん、その依存症の人を利用するっていうのは、はい、これはなんか分かる気がします、はい、うん、まあでも間違いなくどれも幸せな状態ではないですよね。うん、うん、こういう情報っていうのが、うん、性依存症っていうこの表現だけで否定されたりとか拒否されたりするっていうのが今ですよね、うんうんうん、はい、こうやって世界が病気ですよって認めてたとしても、うん、その性というその漢字一文字で、うん、いや私には私には無理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 みたいな、そこの誤解からまず解いていかないときっとこういう問題もなかなか耳に入れていただけないんだろうなって思うな、うん、はい、でちなみにこれ支えてくれてる人ですよね、自分を、うん、その病気と言われてる人を、うん、伴走してくれてる人に対して男性の意識の問題っていうのを斉藤さんは、まあ、指摘されていて、うん、要は性欲とその関係ない、うんうん、性欲と関係ないのにそういう継続性を自分の中に持たせてしまうっていうところにまで至ってしまうのに、うん、どんな問題があるかというと、実は男性は男性の性欲は抑えられないっていう逃げに徹して、はい、うん、都合の悪い事実を隠蔽でき周囲を思考停止にできると学習してきたんじゃないかと、うん、いうことを言ってらっしゃるんですよ、はいはい、そう、この男性は未だたくさんの女性と肉体関係を持っている方が男らしいという社会的バイアスが存在する、うん、小室さんも前言われてましたよね以前ね、うん、ここにはね、うん、言いたいこといっぱいあるぞ、はい、じゃあ続けていきますね、はい、その通り、男性は女性蔑視を介して絆を深める、うん、女性を物として扱う、うん、要はナンパした数や、うん、経験人数の多さを競うことで、うん、男らしいと認められるという風潮、うんうん、まあ、このような同調圧力とも言えるような男らしさを強いる価値観が社会にはびこっているために、犯罪化しない限り、うん、男性の性依存症の問題は臨床の場に出てこないのが現実です、うん、要は表に出てこない、都合の悪い事実が隠蔽されるというのを学習している男性たちがいると。これね、見ていただいて、ね、男性も本当に痛いそれは肋骨か、はい、もうこれで読んで気づいてくれてる人はもう何も言いませんけど、うん、いやそれでもって思ってる男性がいるとするのであれば、うん、その男はモテる方がかっこいいだろうとか、はい、ね、20人30人経験がないとって思ってるその思考こそがやばいですよってことですもんね、うんうんうん、いやその考え本当にそれはね、それはやめてほしいって思う、うんうん、それはかっこよさではないですからって、うん、そうですよね、うん、いやこれね、よく言われたの、よく言われたの、パートナーに、うん、ね、一人の人を愛するよりもいっぱいの女性を愛してきた男の方が経験値が高くていいでしょって、は？かつてのパートナーが、ええ、かつてのパートナーたちがね言うわけですよ。それは3年目の浮気ですね。モテない男が好きなら俺も考え直すぜみたいな、うん、でそれはもしかしたらすごい古い歌ですけどね私が AV っていう、はい、ね、歴々の加藤隆だ、チョコボール向井だ、うん、今で言ったら田淵正弘だ、はい、その辺を相手にしてきたことに対するライバル心かもしれないですよ、うん、ね、あ、なるほどね、だけど、うん、そこを求めてないのにわざわざ出してくる、うん、それは片や仕事ですから ね、うん、理解できないのも分かるんですよ。でもそこを
乗り越えられる何かが欲しかったんだろうなっていうのは分かる。そこはまあしょうがないと思う、自分の仕事職業柄ね。でも今までもほらあのおかしな、どうしちゃったんだ日本男児っていうのを、ニュースいろいろ扱ってきたじゃないですか、あの家事手伝いの女性の前に仁王立ちしちゃう人とか、それこそ10歳の女の子に会ってくれなきゃ家の前で死ぬっていうアホか、34歳の人とかね、あったね、男性とか、こういうのに根ざしてるってなってくると、なんかね、なんか方向性おかしいですよね、今まで。こういう考え方、男性は女性とたくさんセックスをしてる人、それこそ加藤隆神話説みたいな、AV 男優すげえみたいな、別に AV 男優すごいんじゃなくて、あの人たち仕事ですからね、でじゃああの人たちに聞いてみてくださいよ、あなた何人恋愛経験あるんですかと、あなたの人数は仕事で足開いて、はいどうぞって言ってるだけの人数だけですって言っちゃった、はい、そうです、それで1万人の中の何人と恋愛しましたか、って言っちゃった、はい、で、そうですよね、そういうのとここね、そう革新化させるとか、そうだからあの確実に違うなと思うところって、女性にとって素敵な人像っていうのと、男性が描く素敵な男像って全然違いますよね、これ違う、その辺ちょっとね、男性そろそろ気づいた方がいいなっていう、そこでそのもう人生をかけて男たるものみたいのを学んできちゃってるわけじゃないですか、そこの価値観っていうのは今もう変えられないかもしれない、ね、30代40代その考え方で生きてきちゃった、いや30代ならまだいけるなんとかなる、30代40代ならまだいけるじゃないですか、痛い思いしなくても大丈夫、大丈夫だと思います、私が頭切り替わったのは40代でしたからね、ああそうかそうか、でも痛い思いしたでしょ、痛い思いはしましたねやっぱりね、はい、男性痛い思いしないと分かんないからな、ただまあでもあの臨床の場には出なかったですよなんかサインしたんじゃないのこう、ああそれはあの離婚届ってことですかそれはしましたね、その価値観は変わらないかもしれないけれども、はい、かたやその価値観で苦しんでいる誰かがいるっていうことをここから知っていくことで、その新しい価値観をそこに付け加えることはできるんじゃないんですかね、と思います。だから全部変えろっていうのはやっぱ無理ですよ、好きなものは好きだし、女の子といっぱい遊びたいのはしょうがない、それはもうしょうがない、しょうがないけれども、はい、じゃあその遊んだことに対する対価と責任と遊んだ相手への保証はどうすんのとか、そこまで考えて、じゃあ遊ぶ遊ばない、っていうところまで考えられるようになったらいいですよね、そう、あとは次世代に任せます、はい、はい、性教育じゃないけれども、そうですね、コンドームしろよって話ですね、はい、コンドームは避妊具じゃない、性感染症を防ぐためのものです、はい、何の話になってきた、じゃあ随分とね今日も長く話しましたけれども、さあまとめられますかこれ、はい、わかりました、お願いします。今日はですね、非常に重い話が多くて、どうやってまとめようかなってまだ悩みながら話をしておりますが、はい、さっきも言った通り価値観を変えるっていうのはみんな無理だと思います、いきなり変わるのは領事ぐらいだと思います、はい、だけどそこに新しい価値観をプラスアルファしてもっと関係性が良くなる方向へ向かうことはできると思うんです、そこを私たちは考えて行くべきなんじゃないでしょうか。以上です。ありがとうございます。なんか人の変態ぶりをアピールしてまともな感じで締めましたね。それでは小室由里のネットでウィークエンダー、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。また来週お会いしましょう。お疲れ様でした。